はい、今回は高田城址公園の西堀にあります蓮池を描きます。蓮が乱雑に生えてますので、それから密集をしてますから、描くのは大変ちょっときついかもしれませんが、頑張ってます。空を描き、円形の山を描き、手前の、松、それから桜の木のとありますので、描き込みます。あまり細かく描くことを意識しないで、色を置く程度にするといいと思います。ここは桜と、桜の名所でもありますし、奥には松だとか民家がありますが、あまり細かく描かないようにしています。どうしても円形ですので、細かく描きたい気持ちはわかるんですが、できるだけ省略をして、空気遠近法で、置いた方がいいと思います。今蓮にかかっていますが、蓮はたくさんの葉がありますので、一つ一つ描くことではなく、塊として流れとして見てもらうといいと思います。で、問題は、今色を置いてますが、ところどこ出てくる白い、空きがありますが、それをいかにどうするか、それからきっと描くと硬くなりますし、遠くですから蓮の一つ一つがそれほど見えないと思います。まず手前の、いくつかのハスの 葉があります。それから花が、実際より少し多く入れてありますが、影、ハスの影ですね、ハスの影の奥、暗いところ、それから蓮の葉が重なっているところ、それから茎、それから、平均に、奥に流れていくように気をつけながら彩色をしていきます。あくまでも細かいところに、こだわらないように、大まかに捉えた方が、白さと大きさが出ると思います。注意をすることは、同じリズムにならないように色を入れるということです。で、同じ色なんですが、場所によっては少し青みがかったり緑がかったり、少し黄色系が入ってきたりってはあるんですが、その描き分けがなかなか難しいんですが、意識して、それから写真と同じくなるわけがないので、自分の中で、どれを生かすか、それからどの葉を、少し遠慮してもらうかを考えながら、影を入れてきます。今の画面は、白いところが
たくさんありますが、後ほどこれを、グレーズという方で、潰していきます。それから遠くに、高い欄干があるんですが、まあ、最後の方に入れます。まず、これから影を描いていきますが、影というか暗いところを描いていきますが、紙がある種の300なので、最初こう塗ると、弾きが出て、なかなか色が入りません。ですからそういう時は軽く霧吹きで紙を濡らしておくと絵の具の入りが良くなります。弾きが出てくると、紙の、質感があるんですが、ちょっときつくなったりかすれたりしますので、柔らかいのを出すには霧吹きで、水を含ませて、今は、少し、影のところ暗いところ、要するに引き算ですね。明るいところできるだけかかんないんで、引き算をしていきながら影になるところ、それから手前の強くなるところを見つけながら、デッサンをしながら描いていきます。ここで気をつけるのは、同じ色合いとそれから同じ向きではならないということで、筆の向き、それから筆先の使い方、それから腹を使ったり穂先を使ったり、細いところの影、それからエッジが効いているところ、それから明るくて開けるところ、ちょっと水はじいてますが、少しこういう時はスプレーをかけると収まります。複雑に入り込んでいますので、いつも、光がどこから来るのかということをいつも思いながら、それをいつも頭に入れておかないと全体がまとまりませんので、そこを注意してください。この描いている時間、描いている時間というか、この場所で写真を撮ってきて描いているんですが、朝の9時、少し前、朝方です。で、少し霞んでいますので、天気があまり良くないんですが、光がなかなか入りませんが、その辺をちょっと苦労して描いています。で、塊にするのか少し離すのか、それから空きをいかにして使うか、そういうことがすごく、大事だと思います。で、明るいところはできるだけ構わないで、筆のタッチを残したくないので、少し霧を吹いておきながら、ハスの葉の抑揚をかけれます。で、細かいことは、写真を見て描いているんですが、結果的に写真を見ないで、この画面を見ながらトータル的にどうなるのかという収まりを作った方がいいと思いますので、そこの辺を中心にまとめています。
後ほど円形になったりするところはグレーズで色を入れますので、あの一瞬でもって色入りますから、今のうちに目地ありだけ作っておきます。葉と葉の影、これから葉の、重なり具合で微妙なんですが、流れ同じ向きで作っていくと流れができませんので、あえて流れを、写真よりは、写真というか現物よりは作った方がいいように思います。まあ、できるだけ爽やかに、この風景を入れたいなと思いますので、あんまり、きつく描き込まないように、それから絵の具の、水彩絵の具の特徴を生かしながら、ぼかしながら、水をうまく使うようにしてます。はい、今、さっき言ったように少し遠くの画面を全体に色を入れて、手前に向かってくるんですが、手前は強くなります。遠くは一応平面には見えませんが、それでも抑揚がありますので、その辺を注意しながら、どこを中心にするのか、流れをどっちに持っていくのかを作りながら、今さっき言ったように、少しグレーズで、ブルーの色を上からのっけています。で、全体の色調をまず整えます。特に手前ではなく遠くの方の全体の、特に白いところ残っていましたが、残っているところに絵の具を入れて全体の色調を整えます。白が残っているとどうしてもちらつきますので、ちらつかないように全体に薄く絵の具を伸ばしておいて、それから差し筆でかけてます。から終わりになりますが、全体に書き込まない方が硬くならなくていいと思います。最終的に蓮の花の鮮やかさを少し追加をしております。近づいてきましたので、そろそろ終わりになります。ご視聴ありがとうございました。次回またアップしますので、よろしくお願いいたします。